よし、おはようございまーす。私の役目は有料とかね、別にそうのじゃなくて、無料の力が大きいから、無料をここで集めるって感じ。無料だったら別に文句言われる必要ないじゃん。有料投げろなんて私言ってないんだから、無料で全然余裕でね、ランキングインできるから、この人数だと。うん。どう思いますか？日本語を勉強しろ、おめえな？お前だよ。通じてないの、あなただけ。今の話で大体ね、7割方納得してますよ。そうだろう。いや、もともとはね、こんなつまんないね、時間かかるイベントをするツイキャスが悪いんだよ。全然盛り上がんないさ。しかもね、去年不評だったものをまた今年もやるんだから。な、私たちを責めんじゃなくて運営を責めなさい、そうさ。そうじゃん。焼き回しイベントじゃなくてさ、また新しいものやればいいのにね。私たちとかさ、リスナーさんがやっぱ参加して面白いなと思うものやんないとさ、おサボりだよね。だってバージョン2なんてさ、あなたたちってでもね、信用ならないから、なんかね、1が1って言うとそっち10で返してくるし、こっちが10って言えば100で返してくるし、そんなのも分かってんの。ってたじゃん、何でもケチつけてくるから、ほんまにおばあちゃんだから、ケチつけぞうだから。おはようございます。ごめん、寝てた？いや、起きてましたよ。かやっくんさん、大間さんの話今したんだけど。はい。体重制限あるみたいよ。え、嘘でしょ？ 80、え、あるのかな、馬って。いや、僕、正直、これから電話かけようと思ってまして、その乗馬のところ。うん。配信許可とかも。ああ、そうなんだ。ちょっとまだ行き当たりばったりで申し訳ないです。私90キロあるからさ、その辺確認した方がいいかもしんない。じゃあ最大何キロまで絞れそうですかね。85キロとか。一週間ね、ま。はい。減量。5キロとか痩せろっつうの？いや、もし90ダメだって、だとしたら、ちょっと今乗ってみるね。ちょっと回復待ってて、そこで。はい。久しぶりに乗るわ、私。はい。カヤックオン。はい。10キロマイナス。え？ 10キロマイナスしなきゃいけない。え？大台に乗ったんすか？え？100キロになったってことですか？いや、なってないけど。え、はい。ま、95.1 だった。あ、そうなん、そうなんですね。はい。とりあえず、ちょっと僕すぐに今日にでもそうだね、聞いてみてね。はい。ダメだったら別プランも考えといた方がいいんじゃない？一応。はい。別プランも考えておきます。で、だから、奈々ちゃんは、だからバンジージャンプは今ギリギリできるんですよね。バンジージャンプは100キロはダメなんですよね。でもこのまんまだとちょっと危ないかもしんない。結構ギリギリだね。はい。それもちょっと聞いときます。じゃあバンジーは飛ばないよ。あ、いやいや、バンジーはやらないですよ。あ、誕生日の時は飛ぶけど。そうそうです。バンジーはだからいけるんですよね。今。いや、わかんない。結構今の状態で95だったら危ないね、これね、結構。はい。そしたら、また、連絡、入れます。それ、なんで私とコラボしたいの？いや、コラボっていうか、もともとそれは、奈々ちゃんとは、それはコラボしたいんですけど、それ、奈々ちゃんがまたなんか、コラボし、あ、デートって言ってたやつ？あ、そうそう、言ってくれたんで、ああ、それでコラボしたいなと思って。ああ、そうかそうか、私から言ったんだもんね。はい。デートしたいって。はい。でも私昔から言ってんじゃん、カヤックンタイプだよって。ああ、ありがとうございます。ね、誕生日、ゼロワンクの誕生日の時も誘ったのにさ。はい、もう申し訳ないです。忙しそうだったかな。そうですね、運転しなきゃいけなかったので。そうだよね。はい。そしたらあれ、10月5日はよろしくお願いいたします。そうっすね。何時からとか言うのあるの？あ、でも奈々ちゃんは朝からがいいんですよね。定時配信、まあ、企画とかするんだったら、はい、9時ぐらいの家来てほしいかな。
あ、はい、かしこまりました。で、そのまま、ね、ワンちゃん朝までグッドセッションになるかもしれないですね。それ何それ、グッドセッションみたいな。いや、奈々ちゃんの、新八さんの歌です。そんなん、歌った覚えないんですけど。ないじゃない。かやくんと新しい曲出そうかな。ああ、いいですね。うん、新八ちょくん裏切って。またあれ、なんか、やっとさんが嫉妬してるんでやめときましょう。あ、嫉妬すんね。はい。わかった、じゃあまた、今日じゃあ連絡ちょうだい？あれだったら。はい。うん。あ、そうだ、ゼロワン君に言っといて、この間のイベント誘ってよって。ホストのやつ。ホストですか。ああ。私、ちょうど新宿にいたのよ、あの日。ええー、そしたらちょっと来ていただきたかったです。もう、帰ってきて気づいたんだよ。そうなんですね。もう、奈々ちゃん、忙しいので、多分、お声掛けしてないと思うんですよね、もう。いや、そうだ、誘ってくれないと、意外と暇なのよ。あ、それは言っときます。みんな忙しい言うけど、全然暇なんだよ。はい。ゼロワンこれ言っといて。そうっすね。アンバサダーだから、はい、アンバサダー。あ、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、はい、またね。あ、はい、ありがとうございました。電話じゃあね。はい、失礼いたします。バイバイ。はい、かやくんいいよね。なんかドキドキしちゃった。わかる、この音、心臓の音聞いて。みんなドキドキしてる。恋かな。なんか笑顔が多くなかった、喋ってる時に。好きなんだろうね、多分ね、かやくんのこと。私嫌いな男と喋ってるときはもう仏頂面なんで、嫌なときは顔にめっちゃ出ると思うんだけど。うん、ミートくんはね、ちょっと保留。ミートくんもいいんだけど、今かやくん推しかな。わかんない、とりあえずかやくんとデートしてみて、 OK だったら OK で、ミートくんともやってみようかなって感じ。お互い二人ね、会ってみて、みたいな。カズくんはアイドルみたいな感じだから。ポロポンなんてダメだろ、あいつ。ダメだろ。大食いしかできないのが。ペヤングしか食えないのが、マックとさん。そんな使い物になりませんよ。まだクラウンくんの方がいいよね、運転できるからな。そうだろ？ねえ、クラウンくん以下ですよ。うん、ただ私は配信を優先しちゃったじゃん。ねえ。何でもかんでも配信でやっちゃって、結局ね、喧嘩になったじゃん。ポルポンはアンチが、ナナちゃんが、アンチがって言うようになっちゃって、目がどんどん離れてっちゃってね。もう病気になっちゃって、目がどんどん離れて、顔面蒼白でさ、ねえ、やっべーとか言ってさ、シャキーンとかやっててさ、うん。クラウン君とマヤちゃんは幸せになってほしいわな。ね、キャリーちゃんも面白いよね。わかるね。そうだよね。キャリー、仕事辞めてきちゃったんだけど。そうね。はあ、うん。わかる。うん、キャリーやれるかな。なんかさ、キャリーちゃんがさ、パッとさ、枠見たらさ、なんか変な男にナンパされたとかいう配信をやってたのよ。それキャリーちゃんとそのロイドくんがね、二人でこうやってさ、カクテルかなんかこうさ、ストローね、ジュースかなね、一緒に飲んじゃったりとかしててさ、何これみたいなさ。そう、リナネコちゃんとキャリーちゃん仲悪いのよ。でもリナピは、ね、私の面識とか入ってくれてるし、そうだね、複雑な気持ちなんだけど、私もさ。で、キャリーちゃんと、うちのね、今クイズでグループ組んでる桃奈々ちゃんも仲悪いのよ。キャリーちゃんも結構仲悪い人多いんだよね、女同士ね。桃奈々ちゃんとも仲悪い。リナネコちゃんとも仲悪いね。あ、そこは仲直りしたの。あ、じゃあよかったね。キャリーちゃん仲直りしてね。仲直りなくしてるわけね。キャリーすごいしよ、みたいな。そうだよね。うん。でも、こんな配信嫌だから、もっと一
人が少ない方がいいから似てない。じゃあ元祖キャリーモノマネは私よ。そうだよね、配信者で元祖私キャリーちゃんモノマネ一番最初にやったんだから全然似てない。すごいよね、なんか面白いなと思って見てんだけどね。それでさ、昨日せいじくんはさ、そのキャリーちゃん、俺は絶対あれ、ああいうのさ、便乗しないとか言ってたのに、急にキャリーちゃんの段ボールをさ、引き取りに行って、何このおじさんとか思っちゃったんだよ。それがすっごい面白すぎて。せいじくんって、最初はね、批判すんのよ。ね、あのおじさんは、最初はね、あんなんね、炎上とかね、ネタだろうとかさ、言うんだけど、最後のあたりに自分が動き始めるんだよね。美味しいところ持ってくんね。やり方うまいんすよ。そう、急にね、急に段ボール引き取り始めてさ、マジウケるわ、この人とか思ってさ、いつものパターンでしょ。そう、聖司君はそういうタイプなんだよ。いつもね、ボロクソ言って最後に自分が重なってくるんだよ。小前くんが、なんか変な LINE 送ってきたのよ。絡みたいんでしょ、私と。あの人も頑固だがな。なんか変なプライドがあんのよ。モンジョリを使わないとか言ってるけど、一番使ってんのはお前ねって。だろ？今年私を一番ね、利用したのはあんただよ、つうの。そうだろ。去年もそうでしたよ。普通に絡みたいって言ってくれればいいのにね、そういう変なカマチョモードみたいなやるかな。あ、今配信中なの。パチンコやってんでしょ、どうせ。最近またね、パチンコにハマってんだ、あの人。日本でパチンコやってんだよ。じゃあ、狛江プランを考えてあげようか。ベトナム行くよ、絶対これ。日本でやってて、もうね、しょぼいじゃん。1日勝っても5万円、10万円。じゃあ、もっと勝ちたくなるじゃん、ベトナムだよ。な、スリリングなことをしたくなんだかな。行くって言ってた、本当に？ほら。じゃあベトナム行きますと、またお金ない芸が発動しますよ、これ。ベトナムで100万ぐらい負けてさ、ね、みんなにまた電話し始めてね、お金貸して、お金貸してってさ。いや、小前くんがね、ベトナム行くとね、大地震が起きるね、本当に。日本から出しちゃダメの要石だから。あの人が毎回ベトナム行くときに震度5以上が起きるからね、マジで。だから地震とか怖い人は、小マイクを止めないと、この日本が壊滅状態なのかな。そうよ。だから来年のね、2025年の4月なんかに行こうとしてたらみんな止めないとね、予言されてるから、いろんなとこで。2025の7、7月ね、動き出したら危ないって感じ。たまたまが3回もないでしょ。そう、3回地震が来てんね、大きいの。ベトナムに行ってる時3回重なってるからね。だから今回じゃあベトナム行って4回目があるとしたらマジで要石。そういうのってさ、4回も続かないしよ。そんな大きい地震とかさ。そう、日本から出さないと。デモみたいなのやればいいんだよ、みんなで。こまい、ベトナム行くな！ね？日本を守れ！とか言ってさ。こまいくんの家の前とかね。そう。ちょっと待って、トイレ行ってきまーす。声がうるさい、もうちょっとマイク下がってんの。お前がさ、ボリューム下げればいいんじゃないの。自分でボリューム下げろよ。お前のな、都合にやってねえんだよ。友達か？マイクから下がれって言うけどな、相当下がってるからね。ねえ、マイクここだし、ここで喋ってるわけじゃないんだけど、ここで。相当離れてるけど。この距離。ねえ。相当離れてない？これ近づけたらどんだけでかいのよ、みたいなさ。音の調整をして、そうそう、自分たちでやればいいね。ま、でもちょっと割れてるね。ちょっとボリューム下げるか。そうだよ、石川のりゆきさんの配信見てごらん。もうビリビリ来るからね。あんなマックスで聞けないですよ、石川さんの配信。もう体がビリビリ、ビリビリね、なんとか、すんごいビリビリ来るよね。ビリビリビリって家の配信ね、特に。家の配信マジでビリビリ来るよ。
覇王色のオーラみたいなね、覇気がすごいよね。じゃあ、マイクが売れる、割れるぐらいの大声ってね、すごいよ。ただ、配信者は、声が大きい人が多いんだよ、もともと。小さい人ってね、ダメなんだよ。配信者は。ボソ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 何言ってるかわかんないし。で、機長くんなんて何話してるかわかんないでしょ。機長くんと声ちっちゃいからな。声ちっちゃいと今度さ、みんなが集まった時に声が聞こえづらくなるみたいさ。私も声ちっちゃい方なんだよ。実は、そのコラボとかした時に聞こえづらい声なの。だって周りの方が大きいもんね。小前くんもさ、うわーとか言うじゃん、急に。で、養分もラーメン食いに行こうぜみたいなさ。で、りょうたもね、ねえ、そうだよね、ねえ、そうだよね、みんなそうだよね、ねえ、ねえ、わかる？そうだよね、みたいなさ。あいこちゃんさ、私さ、この間シャネル買ってさ、シャネルとかさ、すごいさ、奈々ちゃんとかお気に入りの持ってきたんだけど、お気に入りとかさ、気に入ってくれるかな、みたいなさ。そうです、そう感じでしょ。うるせえ、みたいな。ヨギママはね、声大きくないね。何喋ってるかわかんないね、ぶっちゃけ。聞き取りづらい。なんか、ほーん、みたいなさ、ラッキーフ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 ラッキーみたいなさ。じゃあ、私はでも半分しか聞き取れないからね、未だに。ヨギママと、ね、長い仲だけど、半分以上聞き取れないから、ヨギママも。みんなは1割ぐらいしか聞き取れないと思うのよ。いや、アキコママとかめっちゃ聞こえやすいよ。あなたたちさ、私今度引っ越すんだけど、この間不動産屋でさ、嫌なことがあってみたいなさ。すごいね、劇団みたいな喋り方するから、あの人。劇団みたいな喋り方するから、めっちゃ聞き、ハキハキしてるみたいな。ゾッコンはね、アキコママをちょっと、劣化版みたいな感じで喋り方。ゾッコンはね、死ぬ話だからやるなぁ、とか言ってな。死ぬ話だからやるわけないじゃなぁ、みたいなさ。やだってそんな生きなくなるよぁ、みたいなさ。やめてって、ほんとにやだってみたいなさ。ふじみちゃんは結構なよなよしてる喋り方。もうお姉言葉みたいな。で、聞き取りづらい方に入るんだよ。ちょっとおねえみたいな。でもいきなり大きな声出すかなみたいなさ。そう。どこにいるの？いつもそばにいたいとかすんでしょ？なんか歌であるんで、私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいませんってね。